いやーランセランセどうも、ミスター・ブシトーでございます、えー。ちょっと体調崩してしまいまして、えー、いつもとね、違う感じで、えー、お届けいたしますが、すいません、よろしくお願いいたします。さて、えー、どうする家康第3回、三河平定制のね、解説でございますけども、いや、今回ね、非常に面白かったですね。まぁ、あ、ちょっとね、人質が殺されたりとか、まあかなりね、えー、こうシビアな戦国時代が描かれるシーンもあって、ちょっとこうね、話が、 重くななってきたなという感じでね、えー、い,いぞいいぞもっとやれってね感じでございましたけども、えー、今回もね、えー、この「大河ドラマの、ね」の解説やっていきますの、ね、でよろしくお願いします。さて、えー、今回三河平定戦ということで、えー、松平元康が岡崎城に入ってから、えー、今川方につくのか織田方につくのかってね揺れるというところがね主に描かれましたが、まあ、非常に良かったですね。はい まあこの岡崎城に、ね、入った元康なんですが、まあ、このね元康がその岡崎城に入った時に、まあ、今川からのね独立を意識していて三河、えー、をね自分で支配するぞというふうにね考えて独立を意識していたのか、まあ、それともねずっとそのドラマで描かれたように自分は今川の家臣であるというふうにね認識して今川としてねたがっていたかっていうね結構その独立のタイミングっていうのについては結構諸説ね言われてまして、まあ、研究者の方のね間でもいろいろ説があります。はいまあ、そんな中で、まあ、ドラマを 中ではね、えー、結構この本、えー、ス自身は私は今川の家臣だと駿府に戻るんじゃってね今川方であるというふうな意識は強い一方で家臣たちは、えー、結構そのもう今川から独立してやってほしいというふうに思ってるというふうな、ね、そんな描き方がされていましたこれはちょうどねそのバランスをとってて面白いなと思ったんですがその岡崎城に入った時に鳥居のじいさんですね鳥居忠義があの貯金をねたくさんしていて槍とかね武器とかもいっぱいあるって言ってねあの こう貯金ができた蓄財ができたっていうね話が描かれてましたけど、まあ、これ有名な逸話でいつか元康が、えー、岡崎の城主になった時に、まあ、使ってもらうためにこっそりね今川の上代に隠れて、えー、コツコツ貯めていたんですよっていうねで涙を流したみたいなね話もあるんですが、まあ、ドラマの中では涙を流すというよりねかなりウキウキでエビスケい踊ったりとかしてましたけど、はいまあ、そういうエピソードがあるんですよ。まあ、これはあの、ね、今川の支配下にありながらもいいつか独立してほして えね、元康に独り立ちしてほしいと思ってるからこそ、えー、行ってる行為ですからあの全然ね今川の家臣であることに納得いってないわけですよね、えー、鳥居太郎さんとかね岡崎に住んでる人たちは、うん、だからこそこういうことしてるわけで,でまさにね今川からの独立っていうのを意識しているからこそやっていたと、はい、でまあ元康自身はねドラマの中ではそんな風に思っていなかったけどっていうところですねまあここはね本当に難しいところですねまあその後ね酒井太次が実は、えー、岡崎の人たちにはあのねもう 今側から独立して、えー、まで全部やっていくぞっていねいう風に、えー、言っててモテヤスに言ってなかったけどねだからみんな士気が高まってたんだとあ今側を貯めって言ったらみんな戦わないから、えー、党もどうか決断してくださいってね手打ちにしてもらっても構いませんみたいなまあ、そんなことを言うぐらいのねことがありましたけどね、うん、まあ、実際モテヤス岡崎城に入った時にあのー。 そのね、周辺の寺社とかねお寺とかに対して、まあ、命令を出すみたいな、ね、ことをやってるんですけど、まあ、これは今川義元がそれまでやっていたことを、えー、今川義元様に代わってこれから私が差配しますと私が命令書を出しますというふうにね、えー、こう自分で書いて出してたというふうに言われてまして、まあ、そこを見るのであればあの、ね、もう今川とは関係なくて私がこれから仕切ってきますというふうに言ってるんでもう元康はね独立の意思があったんじゃないかというふうに見て取れるんですが、まあ、一方でねその命令書っていうのをあくまで今川から許可を得て。 ね、こ,うこういう緊急事態だからもう岡崎を君に任せるよというふうに許可を得た上でやってる行為だから別に独立しようと思ってやってたわけじゃないっていうね反論もあったりとかいろいろあるんですけどねまあここはね難しい人の気持ちだからねあの読み解くのは難しいけどもちろんねその元康が今川に今までお世話になっていて助けてもらっていたっていうことがあるからあの感謝してる気持ちがねなかったとは限らないんですよ。 でもえ、感謝してるからといって、一生あなたの言いなりになりますっていうふうになるのとはまた違いますからね。だって全然自分で全部やっていけるんだったら、あのね、ピンハネされるだけだったら、別にあのそこに頭下げる必要もないんじゃないかってね、えー、思うことがあるのはねあの、当然なのかなと思うんですよね。ギブアンドテイクですから。 で今川義元がいなくなってもう自分を保護してもらえるバックアップしてもらえるっていうね可能性がないのであれば全部自分でやっていけるっていうのであれば独立したいっていう気持ちがねのもてあさんにあっても僕はおかしくないのかなと思うんですけどね、まあ、これはあくまでやっぱ人の内面なんで、えー、答えは出ないのかなと思いますけどね。あのね本能寺の辺の うんね、いろいろこう見ついてがなんで本能寺の変を起こしたのかみたいな話も永遠に議論されますけど結局それって人の内面だから <laughs>、ね、タイムスリップして本人に聞く以外には真実は分からないわけでん、まあ、んな解釈があると思うんですよ、まあ、僕はあの自分の,、ね、あの著書の、ね、家康日記の中でも書いたけど結構、まあ、元康は今川に感謝しつつもでもやっぱ独立したい自分でやっていきたいって気持ちが強かったから、まあ、結構早々に、うん、今川から離れようというふうに、ね、思ったんじゃないかというふうに思って書きましたが。 うん、まあ、ドラマのように、本当は、えー、ずっとね、今川家臣でいたいと思っていたのかもしれないっていうね、可能性も全然あると思うんで、まあ、これはね、あくまでドラマの描き方。でも他の作品では違うように描かれてる。まあ、いろんな描き方があって当然かなと思います、うん。解釈次第ですからね。実際の本人がどう思ったかなんて分かんないから。うん、なので、まあ、今回はドラマの描き方もね、まあ、いいのかなと思いました。はい。えー、そして、今回ね、えー、登場しましたね、えー、カリア城の。 えー、水野信元そして北松長家ですね。まあこの2人非常にいいキャラクターしましたね。あの水野信元をね、えー、寺島進さんが。 えー、久松長家を、えー、リリー・フランキーさんがということでもうなんかここだけ完全にアウトレイジだろうっていうね <laughs> もう戦国ヤクザって感じで面白かったですけどね、うん、水野信元なんかはね信長の前ではねあのペコペコしてねヒえみたいにな,なって,て元康の前ではねイケイケとねもうヤクザみたいな感じでオラオラ行くみたいな感じでキャラも面白かったですけど、まあ、この人の関係をねちょっと説明しておきますと、えー、ドラマの中でも少し言及ありましたが、えー、元康のおじにあたります、えー、元康の生みの親お母さんの、えー、お代のお兄ちゃんですねはい。 で、まあ、もともとはね、この水野信元も、松平とね、一緒に今川方だったんだけど、そっちを裏切って、小田方に着くぜっていうふうになっちゃったんですね。で、その時に松平は、えー、松平広多ですね、えー、元康のお父さんの、広、え、忠、ー、は、いや、私は今川方やってくるっていうふうに決めてましたから、えー、ここで、えー、実家が小田方に着いたということで、お母さん、えー、妻の小田井の方を、えー、離縁です、ね、離婚して、実家に送り返したということをね、やったわけですね。まあ、なんでそんなことをしなきゃいけなかったのかっていうと、まあ、実家が小田方に着いてる。 っていう嫁さんを、えー、自分のね元に置いといたら今川の方から言われますからね、うん、お前の奥さんの実家織田方についてるけど大丈夫かお前裏切らないかって、ね、いうふうにまあ言われちゃいますからあーまあねそういう危険性があるのでまあもう離縁することで私は完全に今川方ですよと織田とは一切関係ありませんよっていうことを表明するためにねこうやって離婚しなきゃいけないっていうことがあったわけですね。まあこのね、まあ、戦国時代のねもう本当離婚は結構こういうことしょっちゅうありますよ。うん だ,だからこそねこう後にね多分出てくると思いますけどねあの浅井長政とおうの方がね織田と敵対してるのに離婚しなかったっていうのはねかなり、まあ、特殊というかね、うん、面白いなというふうに思うんですけどまあその表明するためにはねやっぱ離婚もねえせざるを得ないっていうところで結構ドライですよねその辺はね、うんまあ、なのでお母さんは、えー、息子のね元康とも離れて竹、まあ、千代ですけどねその時は離れて実家に帰っていましたよとで、えー、その後、えー、このねリリー・フランキーさんの演じる久松長家と再婚してましたよということがあったわけですね、はいで そんなえー、水を飲むとはねえー、小田方ですので、水を飲む音と、えー、この松平えー、元康と戦っていくということになります。小田勢との戦いですね。まあ、この時の、えー、元康の戦いに関しては詳しいことはね。あんまりよく分かってないんですが、えー、まあ、三河物語とかによるとまあ、かなりいろんなところでね。 いろんなお城に攻めまくってますね。うん。まあこれが私立かどうかは分かりませんが、かなり戦がってます。まあ、ただ、えー、連戦、連勝っていうわけじゃなくて、戦がって、あの、城の城壁を壊したりとか、町を焼いたりとかしてるんだけど、その後結局退却してきたとかね、いうふうに書かれたりするので、まあ、勝ってたわけじゃなくて、結構苦しい戦いがを強いられていたのかなっていう感じはしますね。まあ今なからのね、援軍もないですから。 うん、でドラマの中ではもう本当にね負けまくってあの本ー唐ツが打ち死にするっていうねあのギャグもね描かれてましたけどあれ面白かったですね生涯ね傷を受けたことはないっていうね唐ツがあのねのされてるっていうのは面白かったですけどね、うん、まあ刀傷は負ってないけど、まあ、なんかぶん殴られたりとかしてねあの混沌しちゃったんですかね、うん、戦後富士山の戦いって、まあ、刀とか,とか槍とか使うから、まあ、結構ね切,り切ったりね刺されたりとかいうねイメージは強いかもしれませんけどやっぱ鎧が結構鎧かぶと結構強いので、まあ、だから槍のねこの柄の部分で棒の部分で殴って で相手が混沌してぶっ倒れて死にたいになったところを上からねあの組み伏せて首を落とすみたいな、まあ、そういった戦い方が結構多いので、ねまあ、バーンで殴られてねあの気を失ってたってことは全然ありえんのかなというふうに思いますけどねはいまあ面白かったですね、はい、で、えー、そんなふうに織田勢と戦って苦戦している元康に対して、えー、今川家は全然援軍を出さないと、ねえー、いうことをねやってましたあのこれ広いじゃないかと、ね、最初はあの「お前に期待してるぞて、ね」とね共に今川を立て直そうみたいな、ね、ことを言ってた氏真が 助けてくれって言われたら今はそれどころではないとかってね見捨てちゃうシーンがあってこれ氏真さんひどいじゃないかっていうふうに思ったと思うんですがこれちゃんと事情があるんですよね実はこの時関東の方にあの長尾影虎、えー、いわゆる上杉謙信ですね、えー、こいつがですねあの新潟の方からね山を越えて関東にやってきてるんですよ、えー、北条をぶっ倒すために。で、えー、北条がもう小田原城がね本拠地の小田原城が囲まれるぐらい超大ピンチ状態なんですよ。 でその時に、えーね、今度三国同盟っていって、えー、武田、えー、今川北条はね同盟組んでますから宇治真としてはこの同盟があるから北条を助けに行かなきゃいけないんですよねここで北条を見捨てちゃうと同盟を破ったっていうことでもう信用されなくなってね今度は武田とかにも攻められる可能性もありますからやっぱ裏切れなかったんですよねなので北条を助けるために兵を出してるっていうところがありますので元康を助ける余裕がなかったんですよねだから本当にねこれ運悪いなと思いますよ なんでこの謙信がね、関東に攻めてきてるタイミングで今川義元さん死んじゃったかなっていうね。うん、だからもう,こう今川義元が信長に撃たれた時点でもう今川の命運は尽きてたのかもしれないですね。うん、元康を助けに行ってたら、上杉謙信のね、せいで今川を滅びてたかもしれないし、えー、元康を助けずに北条を助けに行ったから、まあ、北条は滅びたかったけど、えー、後でね、えー 元康に裏切られて、今川は滅びちゃったわけだから、もう万事休すですよね。まあ、ドラマではね、そのあたりが言及されてなくて、本当にただ元康をね、えー、見捨てたように描かれてたので、ちょっとひどいなって思ったかもしれませんけど、まあ、あのね、三河にね、いる、えー、こうね、元康たちからしたら、その上杉謙信が関東に来てるなんて状況知らないから、ただ見捨てられたってね、いうふうに、ああいうふうに見えてもね、しょうがないのかなというふうにね、思いますね。うん、かわいそうだなと思いますけど、はい。まあ、そんなこともあって、結局、えー、今川からの援軍が来ないので。 元康は後に、えー、今川を見限って織田方に就くということになるわけですね。ただその前に、えー、元康が頼りにしたね、えー、ちょっとした重要人物というかね、えー、有名な人ができてますね。てね吉良義昭さんですね。吉良義昭なんですね。吉良昭だと思ってましたけど吉良なんですね。吉良昭さんはこれどういう人なのかっていうと、えー、これ足利の一門なんですよね。これねあの今川家はなぜ名門なのかっていう動画を過去に出してますんでぜひねそちらもね見ていただきたいなと思うんですけどもともとは足利の分家なんですよね今川も吉良も。 でえーまあ、どっちかっていうとキラの方が、まあ、格上というかね足利の分家のキラでそのキラから分岐したのが今川なんで本当は今川の方がねその、まあ、下の関係にはなるんですけど。 まあ、その、いろいろと、この今川がなぜ名門なのかって動画でも話したけど、いろんなこう、戦乱を乗り越えて今川がどんどん大きくなっていって、まあ、キラは、まあ、名門なんだけど、そんな大きくはないっていう状態で、こうね、えー、三河の地にね、ポツンといますよっていう状態だったんですよ。でもまあ、血が繋がってますから、親戚ですから、当然今川として戦っていて、最初はね、元康と協力してね、戦おうとしてたわけです。まあ、でも裏切られて、あで城を焼かれてしまってたわけですね。<laughs> あれは、かわいそうだなと思いましたけどね、も城燃えちゃってね、本当にあんな火かけられたのかちょっとわかんないですけどね。ボロボロにされてましたね。 で元康と同じじゃんっつってねなんかすごい愉快な感じでさ「えー、頑張りましょう」みたいな人だったからあの結構愛すべきキャラなのかなと思ってたから、うん、のんきな感じでね、えー、いい人っぽかったのにねああやって元康にね裏切られてすごいかわいそうでしたね。 え実はですね、えー、吉昭はここでは死んでません、はい。なので後々まだ出てくると思うのであの大丈夫そこは安心してほしいですね。<laughs> 今回あのキラさんかわいそうだよってね思った方結構多かったと思いますけど大丈夫です。まだ生きてるんで、えー、この後もね登場すると思いますので、えー、期待してほしいですね。はい、で、えー、そんな中で元康が、えー、最初ねその援軍を、えー、要請した相手に武田が言いましたね。まあ、これ武田信玄は あの元康、ね、のね、まあ、青年時代の最大の敵になりますから、まあ、ちょこちょこ、ね、存在感を出しておこうということで、まあ、ドラマに登場させたんだと思いますけど、まあ、実際はここで元康が武田信玄に援軍,を出すって援軍要請を出すっていうことは、まあ、ありえないと思います。はいまあ、関係性がほぼないですしあの信玄はねこの時あの上杉謙信の対応にね同じ三国同盟だからこの武田もあの上杉謙信の対応に追われてるのでそれどころじゃないんですよね。うん、だからここんななとしても無駄なので まあ、あり得ない話ですね。あの、もし、あの、話が通ったとしても、絶対援軍は来ないですよね。うん。で、この少しした後に、えー、武田信玄が、ま、北条を救うっていうこともね、まあ、兼ねて、あの、信濃の方でね、えー、軍を出して、川中島の戦いが起こるわけですよ。第四次川中島合戦ですね、うん。で、ここで上杉謙信と、えー、武田信玄が激しい戦いをね、繰り広げると。で、あの、有名なね、山本勘介も死んでしまうね。えー、川中島の戦いが起きるわけですよ。ああ、なんかね、また改めて、風林火山みたいですね。 うちの西洋さんがね、山本勘介やってて、クトさんが上杉謙信やっててね、あの謙信も良かったね、うん。やっぱ上杉謙信って結構不思議な人なんですよね。まあ儀の武将って言われたりしてるけど、単純にね、義理がたい人っていうわけじゃなくて、なんかかなり偏ったね、あの正義の人なんですよね、僕のイメージだと。うん。まあ自分がやってることは正しいみたいなね。我こそは正義なんだっていう、まあ正義マンなんだけど、その正義が、あの、かなり、 独善的というかね。う <laughs> ん、まあ。ガクトさんのちょっとあの不思議な感じあの変な、変な感じってあれだけど、不思議な感じは僕は結構ね、うん、献身らしくてよかったなと思ってて、また風鈴い方が見たくなりましたけど、はい。まあ、その主人公をね、あの、山本勘介が死んでしまう、川中島の戦いがこの後すぐ始まるんですよ。うん。なので、その準備にも忙しいので、まあ、武田が援軍を出してくれる可能性はゼロですね。うん。で、その後に、えー、水野信元がお母さんのね、お台の方を連れてきて、えー、お台の方に説得されると。 国のたためだったらね、えー、人質なんかねもう妻子のことなんてねもう打ち,打ち捨てなされっつってね、まあ、かなり強い感じでね感動の再会と思いきやめちゃめちゃ結構あの怖いこと言われてね葉っぱかけられるみたいなねふうになってましたけどまあこのお台の方が水野の元に連れられて、えー、交渉人としてやってくるっていう話はまあドラマの脚色でねオリジナルだとは思いますまただまあいろんなね軍基門の中とかでは、えー、元康がお母さんに会いに行くっていうねこのタイミングで会いに行くっていう話はねあったりするんですけどまあここはドラマの脚色かなと思うんですけどまあでもかなり見応えがあってね すごいいいシーンでしたね。まあ、ほんと戦国時代ってまあ、人質を出しますけど、結構ね。人質を本当に見捨てるというか。まあ実際竹千代もそれやられたわけですからね。あの、元康も子供の頃にそれやられてるわけですから。あの結構ね。まあ、人質とか容赦なく見捨ててあの戦うっていうことはね。全然あのある話ですからね。本当にこれはもう戦国の洗例って感じですよね。まあ、元康はね。温室育ちだから嫌じゃーって最初言ってたかもしれないけど、結構普通にみんなしてますね。いろんな戦国大名。 のこう話の話話中でそういういが出てきますから、うん結構ね、人質じゃあ何のための人質なのっていう感じはするんですけど、うん、あくまでねなんかこう、うん、人質っていうのはまあ最小限のね稼ぎに過ぎないのかなっていうふうには思いますねいざとなったら本当に捨てられる殺される、まあ、それぐらいの覚悟で多分人質に出るっていうねもんなのかなっていう,、ね、いうふうに思いますけど、うんまあ、この辺りはね本当急に話がね重くなってね、えー、面白くなりましたね。 はいえー、というわけで、えー、今回ね、えー、第3回、えー、三川平哲の、ね、解説でございましたちょっといつもとね感じが違うのでなかなかねあの伝わりにくい部分もあったかもしれませんが、えー、ちょっとね早く体調を直してね、えー、なるべくね、えー、いい動画をね出せるように頑張っていきますのでよろしくお願いいたします、はいえー、来週トークライブがねありますので ま、そこまでには万全にね、体調万全にして、あの、必ず行きますので、ぜひね、あの、まだ申し込んでないという方はね、ぜひ申し込みの方よろしくお願いいたします。現地来れるよって方はね、大阪の梅田でやりますのでね、現地来れるよってね、関西の方は、よかったらね、遊びに来てください。それから今週はですね、レジェンドバタフライですね。 えー、この「どうする家康」と同じ脚本家の、えー、小沢亮太さんのね脚本を手掛けている、えー、木村拓哉さん主演のね、えー、信長の映画「レジェンドバタフライ」が公開されます。で今回私ねあの案件として、えー、公式にオファーをいただきましてあの宣伝ねやらせてもらってますので、えー、動画3本目がね出ます。まあ、本能寺の変がねめちゃめちゃすごかったよという動画これはあの私が体調崩す前に撮ってありますので、えー、万全の状態でね喋ってる動画上がりますので、えー、それは今週の木曜日公開になりますのでぜひそちらもね見てください。はい、それからあの松村邦さんとの、ね体 動画私の方では1本だけしか出してないんですが、松村さんの方はね、チャンネルで、えー、3本出てますんでね、ちょっと3本目の動画はまだね、見られて、あんまり見られてなかったみたいなんで、えー、よかったら3本合わせてね、見ていただければと思います。はい。えー、最後もね、長々と告知しましたが、ちょっと今週は体調ちょっと悪くて、あんまり動画が出せないので、よかったらね、あの他のね、そういう動画ね、えー、見てください。概要欄の方に、えー、詳細ね、書いておきますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ。